ロレンツォ・ベルヌッチは、イタリア、サルザーナ出身の自転車競技選手。2002年に、ラントバウ・クレディとコルナゴと契約を結んで、プロ転向。2005年、ファッサ・ボルトロに移籍し、初出場となったツールド・フランス第6ステージを制覇。チューリヒ選手権では3位に入った。ブエルター、エスパーニャ初出場、総合85位。2006年、ティーモバイルに移籍。 2007年、ジロでイタリア初出場、総合64位。同年のウェルター・エスパーニャに参加中だった9月4日、8月に行われたドイツツアーにおけるドーピング検査の結果、シブトラミンの陽性反応が発覚したため、同日をもって T モバイルとの契約が打ち切られた。また、シブトラミンを4年間服用し続けていたことも告白した。 一年間の出場停止の後、2008年9月に復帰。2009年、LPR ブレイクスに移籍。2010年、ランプレファルネーゼイコールビーニに移籍。2011年 T、モバイルチームドーピング違反でベルノッチを解雇。 フップニュース2007年9月5日付き GBERNUCCIANDFAMILYBANNEDFORUPTOFIVEYEARSONDOPINGCHARGEX だ CYCLINGNEWS.com2011 年2月8日付記事ありがとうございます